こんにちは。こんにちは。カシオワールドオープンの、前半のアウトの注目ホール、8番ホール。距離来てて225ヤード、パー3。見てください。海、目の前。眩しくないですか？なんか奥の木を切って、なんかグリーンが海の上に浮いてるかのようにちょっとこうイメージして作りましたって昨日この社長さんが言ってました。綺麗なんですけど、もう景色に見とれるぐらいの余裕がないぐらい難しいですよね。難しいですここは。右の手前バンカー深くて枕木で、あれ当たったら OB 行くよね。行くらしいですね。俺昨日行ったのよ、2球目消えてた。あのバンカーになかった1個。で左、まあ右から傾斜速くて縦長いよねグリーンね。縦長いです。でも左は狭いですね。あ、そうね、左も狭い、はい、確かに左も狭くて結構スペースなくて、はい、景色はめちゃくちゃいいんだけど、景色見る余裕がないぐらいの多分難しさですね。はい、はい、なんか硬いね。はい。いやいや、笑顔でごまかすね。ということでちょっとこのホールをちょっと回ってみようかなと思ってます、2人で。で今日はちょっと清水大成プロと一緒に回らせてもらってて、今季賞金ランクは12、3位ぐらい、はい、でもう JT も確定してますと、はい、僕は今66位で瀬戸際です。まあ、お互いちょっと今週はね、はい、目指して頑張ろうかなと思います。去年なんかぎっくり腰してたらしい。まあそうですね、ちょっとで、一度落ち一度落ちじゃリベンジということで、はい、リベンジです。頑張りましょう、はい、今週は。じゃあちょっととりあえず8番ホールでお願いします。お願いします。とりあえず何番それ？これ4番円です。225、4番。ちょっと上げ？上げですね。あ、捕まった。球強っ。でもミスするならあっちだよね。そうですね。今のでいくつ？今のでキャリー。229だよ、アゲンストで。え、4番でしょ？はい、4番やん。4番でアゲンスト229だよ、はい、俺4優です。どういうイメージ？いや、左でもミスいいかなって感じですね。昨日もう枕木キックして帯打ってるから。ね、ちょっと待って、これ全然当たってないんだけど。あ、でも5当たってないけど距離次第。めちゃくちゃ、はい、見てください、202です。届かないということで、はい、もう一球言っていい？はい、もう一球。こうなんか喋ってる間に固まるんだよね、体。こんなことなかったんやけど。本当にガッチガチなんだよね。ドロー、ゴー。あ、どう？あ、バンカー。枕木どころじゃない。え、いくつ？かわいそすぎる。飛ぶわ、大勢。マジで。しかも4だからね。まだちょっと4だけ、うん、キャビティっぽいやつにして。いや、でもじゃない。キャビティだから。多分俺別にそのキャビティ使っても多分200いくかいかないかやで。どっちにしても。テンフィンガーでおなじみの。テンフィンガー、ぜひぜひ視聴者に勧めるテンフィンガー。そうですね。でも親指痛めることないから本当いいよね。テンフィンガーってどこに使われるんですかね。確かに僕は指で握ってますね。やっぱ指よね、はい、これさ、だってさ、どう考えてもわしづかみって絶対ないよね。無理ですね。これにしてもどの握り方にしても多分こうはないよね。はい、こうはやっぱこうだよね。やっぱそうですね。で、あとはでも一緒なんじゃないですかね。これでこう、こうってこと？右手これで入ってるんじゃないですかね。まあクラブ飛ばない程度ぐらいだと思います。そんなにギュッとはしてないですね。はい、すごいわこれ。あれバンカーやばいですね。俺さっき話してた通りになったね、壁際。ゆうすけ、俺もちょっとバンカーやる
あと。あ、結構すごい。ちょ。こんぐらいの今撮った？今撮った。すごいでしょ。で、あれを俺多分昨日あそこでしてんのよ。たらボールがなんか跳ねた跡はあるんだけど、もうないのよ。いやすごくない？すごいですね。止まりすぎ？あ、いや、あれ打つ。これやばいっすね。やばいやろ。うまいうまいうまい。これライ悪いのよ、しかもなんか。なんかやばいっすね、それ。冷気跡みたいな。これ絶対出ないよ、俺多分。すいません。あ、どうも、佐藤です。いや、うん、今のやばいっすね、ちょっとライが当たった、しかも。でもこれさ、ピンこの時あるからね、最高最高。レッツゴこれ枕木だから跳ねて今みたいに出るけど、あれの方がマイナス。おお、ナイスパー。マクラギパー。いや、綺麗。パー、ナイスパー。乗ってた。はい、あの左端。意外とじゃ左広かった。そうですね。なんかキャリーして5、6ヤードぐらいで止まってました。完全やっぱ220いってないと、やっぱ届いてない感じだね。そうですね。190のとこも使うのかな、ティーグラウンドは。今220とこっすけど、もう 20、30 ヤード前のほぼ使うんで、そうなると6番とか5番とか、大差だったら 7、6 ぐらい。100、そうですね、190ぐらいだと。あ、この左のピンポジの時に10年前、ちょうど10年前ホールインワンしてます。2日目、だから後ろのとこっすね、今のところから打って、風なくて UTT で打って、ちょっと右目飛んだんですよ。でこの辺に多分落下してて、ギャラリー一人いたんですよ。一人おばちゃんがいらっしゃって、でもう普通にナイスオーンってなってティー取ったら、入ったーっつって、えっつってこれ見えないんですよ、ちょっとこう下ってるから砲台で、えっつって入って、でそのおばちゃんと前の組のあのメンバー、あのプロゴルファー平本さんもいたっすけど、俺の先輩のこう歩いてきてる、ナイスみたいな、ナイスホールインワンみたいな。ツアー初ホールインワンですね。そう、右とかに切られると難しい。難しいですよね。なんか右切られると、そうですね、もう左でもいいかなっていう。特に右に来たも左っすよね。いい感じですね。めちゃくちゃ芝が綺麗で最高です。傾斜すごいですね。そうなんですよ。だからこう手前に外しても、このピンとかだと意外と最後アプローチ伸びて、こうワンピンぐらいいっちゃうってこともよくあるんで、まあティーショット突っ込んだ方がいいんですけど、突っ込みにくいって、こうなかなか難しいもんですね。はい、8番ホール回してもらったんですけど、難しいね、やっぱね。難しいです。右の俺バンカーに行けたけど全部パーやったわ。さすがです。ああ、さすがです。でも乗ってたっしょ、大勢の左。僕の、はい、左横ぐらいですかね。でも悪くないよね。悪くないですね。ここに乗ってれば全然、はい、もう最高だと思う。上りでずっとね、はい。右は正直外したくないよね。やっぱそうですね。やっぱずっと下りになっちゃうんで。はい、難しいもんね、はい。まあ。結構難易度高いショートなんですけど、まあ、あの、え、こんばんは。パーでいいよね。パーでいいですね。ボギーは打ちたくないけど、まあ、バーディーも別にっていう。そうですね。イーブンでいけたらもう最高だと思います。いけたらいいよね。残しちょっと頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまた。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。